じゃあこれについて話しますか。これについて話す。で、俺の顔パン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 になったんだよね。あれ本当？いやマジで。あれは原因わかんないですか？いやわかんない。すごいな。で、監督変わって。帰ろうかなと思って。で、名古屋に戻ったんですか？そうそうそう。顔パンパンよ。じー、汚ねえなぁ。無人島に持っていった。いや、違う。無人島何持ってます？無人島。俺、でも、人に、救助に来てほしいんだったら、俺、久保建英です。なんで？なんか、久保いなくなったみたいな感じで探しに来ないですか？あー、そういうこと？はい。でも、短期だったら、味噌かな。味噌、はい、こんだけやん味噌かな。まあナイフとか作るじゃないですか、綺麗で。醤油もなんか作れそうだし、塩は塩、海の水でいいじゃん。だから味噌かな。そしたら魚無人島でしょ、はい、別に潜れば何でもできるからね。え、待って、潜ったところで、あれ森っていうんですか、森じゃあ森持ってけばいいじゃないですか。森作る。森は作れる。ああ、じゃあ何もいらないですね。だゴムだね。なんでゴムですか。引っ張る。なんでゴムだけパーンって飛ばんよ。あー、そういうことね。確かにこう手にこうやってゴムパーンって。あ、そういうゴム、ね、ゴムあったらだってこう物干したいじゃん。ピーンって伸ばせるじゃん。確かにゴムだわ。ゴムかもしれない。正解、ゴムだ。じゃあもういいですか。ベッドもゴムでこうさ何もやって布を引いてそこにビヨーンってなるやん。めっちゃいいベッドあるわ。ゴムだよ。ゴムだね。正解、ゴムでした。ゴム味噌じゃねえわ。じゃあこんな感じでいいですかね。うん。触れますか。どこフェチか。どこフェチ。俺足綺麗な人。いや続けんだよその話は。確かに。あ、でも、あー、でももうでも俺もふくらはぎから入るね。ああ、そうっすよね。男も女も。え、でもこういうところがちょっとシュッてしてる人です。ここ、はい、いや、くびれ、くびれがいいんだ。くびれってなくてもいいんですけど、なんかこなんだ、腹筋が割れてんのは嫌なんですけど、程よい感じが好きなんですよ。締まってるのがいいんだ。締まってんのがいいんですよね。でもお尻も大きくなくていいです。全体的にスタイルがよく見える。で、動物で言うと猫だね。あ、そうかもしれないです。こうなってるね。閉まってるのも腹だよ、ね、猫だ。猫派、ね、猫派。俺、犬派。犬派、うん、犬派ってことは犬種によるかもしれない。じゃ、まあ猫だって猫種によるだろ。ふざけんなよ。何だったの台は。でも足からだね。足からだな、まず。髪型はちょっと嫌です。金は嫌なんだ。はい。いやー、俺はショートがいいんだけどね。ショート、まあ確かに。え、ここら辺って何？ボブ。な？ボブ周り。ボブ周りは分かんないですけど。いいやん。いいやん。こんぐらいがいい。でも結構いますよ、こんぐらいの人。うん、めっちゃ短い人どうですか？男みたいな。俺ぐらいの人。いるじゃないですか、たまに。ちょっと好みではないね。僕もっす。あれちょっと男系良くないっすよ、多分。いや、そういう言い方は良くない。すいません、間違えました。僕個人としてはあんま好きじゃないです。そう言った方がいい、うん、世に出るから。キーチの評価下がっちゃうから。ありがとうございます。俺の評価は別に下がっていいんだけど。いや、すごい汚れ役買ってくれる先輩。なるほどね。じゃあ、好きな番組についてって書いてあるんで、それについて最後。好きな、最近番組。でも俺しゃべくりとかやっぱ好きっすけど、ね、面白いな。面白いね。じゃあ最後ちょろっと触れますか。触れてほしい。お互いの番組がやった背番号について。わ、番号かこれ。確かに字は番組と思ったら背番号。11は思い出ありますか。あるよ俺。やっぱあれな。え、東京の11番のすごい番号って知ってます。アマダーボーね。いや素晴らしい。アマダーボーね。期待も込めてつけてほしいって言う来たんだけど、後々開いたら竹内さんが15つけてたから、スライド方式多分スライドしたんじゃねえかなって俺は思ってんだよね。
これどうなんだ、出せるギリギリのところだこれ出すと思うよ。出す、うん、多分視聴者さんも気になってる。確かに、うん、いやなんか背番号の思い入れとか、うん、結構シャケスタが来たことによってスライドしたのかどっちなんだろうっていうのは多分この2年間の疑問のハテナにはあったと思う。じゃあ最後に、最後にやるちゃんとお互いの番組について。あ、これ難しいんだよね。確かにテンションがね、まずでもあの今年ガヤこれできなかったじゃないですか、あの肩が、うん、でもちょっと聞いちゃう寄りでしたよね、うん、こう対面して、あ、寄せてきたなって思いましたよ。ガヤマンこうやって今年いらないじゃんって言ったの俺。あ、もうみんな知ってる。俺手動かないし、いらないじゃんって言ったのに、いや、やりましょうと。だから一本俺めちゃめちゃ肩痛いじゃんって、めちゃめちゃ俺のように元気ない回あるから。しかもあの時まだ全然動かないんですよ。動かない。だからカシーフとかの下りの時はめちゃめちゃ元気だった。ハリスだし、うん、天気に弱いんだよ俺。天気弱いっすね、関節系やった人は。今天気いいからもう。じゃあ怪我の話でもしますか。でもキイちゃん真面目なやつだからね。そうっすね、真面目で、あのリョウヤのやつとかも結構ふざけたところあったんですけど、全カットし、全カット、はい、あのサマーランドの話とかもしてたんですけど、全カット。サマーランドってキティちゃん全然違う。それ3秒目。いや突っ込んでよ、早く突っ込んでよ。サマーランドって何。プールス。あのどこのプール、あれ青梅なのかな、八王子なのかな。そっちの脱線しちゃった話。いやでもね、真面目なことだけしか聞けないからね、難しいと思う、うん、俺は絶対できない。いやでも、なんかあれ聞きたいこと聞けるからよくないですか。で、間のこと知れるし、もう結構楽しいんですけど、あれ。いや逆に次のステップとしては視聴者からの質問でやったら、キイチはもっとやりやすくなっていくと。俺インスタライブとかでライブ配信みたいな生放送やってみたいです。いやもうピーがいっぱい出る。確かに ピー出せるんですか、生放送って。最初です。出せないか。じゃあ無理か。圭吾君もピーだらけだったもんな。でもまあ生配信ですってなったら気にするかな、多分真面目な。でも硬くなっちゃうと思う。確かに選手の素の部分は出ないかもしれない。これちょっと難しかったっすね、聞くことが。やっぱ無人島が一応盛り上がったっすね。やり直すもう一回。まあでもね、これはやっぱ次のステップに行かないと。だって俺もう何年やった、2年ぐらいやったか、3年やったか。ケンスケがのキャラでいけんの誰だ。2人組とかだったら、あ、突撃の木原京介みたいな感じだったらできるけど、うん、もう俺は来年ないでしょ、そこはっきりさせとこうか。ここで確かに3やったらもう大体お蔵入りよ。しかも俺ももうちょっと、まあでも楽しいんだよね、あれやんの。意外に勝手に聞いちゃおうみたいな、うん、聞いちゃおう、番外編聞いちゃおうみたいな。勝手にガヤっちゃおう。ガヤしてすみませんっていう感じで今日終わりますか。ですね、多分2回放送ぐらいはいけるよ。勝手にやっちゃおう、しようでは、みんな一個番組、とりあえずあのシーズンオフになったら幼児と酔っちゃおうがあるらしいんで。幼児と酔っちゃおう、お酒飲みながらみんな今年について考えるっていう会があるの。はい、どこであるの。渋谷。渋谷なんだ多いな、ちょっとあとは待って、コラボするのもあれなんじゃない、案としては。俺がガヤ入れながら、だから俺がなんか真面目なこと言ったら突っ込んで掘っていくわ。あ、そっから、うん、え、俺が突っ込んで掘っていくんですか。いや、キイチが例えばまあ、京介やるとしたら、俺何してんのつって、洋服をやってますね、みたいな。真面目に、なんかご飯作ったり、みたいな言ったら、そっからこうか、絶対嘘じゃん。確かに、コラボレーション絶対面白いかも。手段を混ぜながら、やるのもマンネリしなくていいかもね、青空の下で。
でも今年ちょっとサボったっすよね、候補。どうすか、俺の緊張やりだすの遅かったし、出すのもちょっと遅かったし。じゃあみんなで釣りに行く、釣っちゃおうみたいな。釣っちゃおう。なんかないの、こだまを騙そう。あのドッキリ企画、うどん吸ったら靴ひもみたいな。いや、うどん吸ったら吸あはっ。確かに、ダマさん騙してみたいな。あ、ダマに騙されたか。ダマを騙そうじゃない、ダマを騙そう。一人目が歌って、それはおもろい。ワトさん、キスじゃん、ロハイメグラに。うわやりたい、面白いね。